はい、キャプテンヤスです。今日はですね、ちょっと特別な大事なお話、大事な、本当に大事な、祈りのリクエストというかね、それがありまして、でもちろんいろんなところでね、大変、コロナで今年は大変だと思うんですけど、特に私は、クリスチャンキャンプ場、もう春からですね、多分私一番、この日本で一番最初からね、祈ってたと思い、祈ってたというか準備をして、いた自信があります。ただね、私として何もできませんし、大したことできませんのであれですけども、本当にその春あたりからこう夏のキャンプができないだろうということで、オンラインのキャンプの準備であったり、また何とかしてね、こう続けていけるないかということで、いろんなことを、特に奥多摩バイブルシャレ OBC のやっくんと一緒にやってきましたけども、そろそろ限界ですっていうかね、他もそうなんですけども、キャンプの関係者とかね、そういう当事者がちょっとダメです、大変です、助けてくださいって言い始めたらもう手遅れなんですね。で、みんな本当に、特にね、皆さん本当に頑張って、本当にストレスの中で頑張って頑張って大丈夫だ、頑張っていきながら、でもそろそろね、こう本当にやばいっていう風になってきてます。私夏のキャンプのために生きている牧師ですので、子供とね、一緒にこうキャンプする、そのためにできること何でもしようと思ってます。キャプテンヤスのクリスチャンキャンプ場を支援していこうと思います。で、現状皆さんご存知だと思うんですけども、コロナのせいで春からキャンプが中止になってます。春からです。で、私その時点からもう早くから危機感を持って動画配信などをやってきましたけども、でも私も素人ですので、本当にこううまくできているとは思っていません。キャンプ場のね、人に聞いたんですけども、どのぐらいのこう、まあ、損失というかね、今年春からですけども、春夏のキャンプでだいたい OBC でいうと 5,600 人の、まあ、小学生から、まあ、中高生、若者たちも含めて、そういうキャンプが、大きなキャンプ、いろんなね、イングリッシュキャンプもありますけど、あるはずのものが全部なくなりました。500人から600人の子どもたちで、プラスそこに参加するスタッフなんかもね、私スタッフのためにもキャンプっていうのは素晴らしい場だと思ってますので、それ入れたら本当にね、1000人近く行くんじゃないかと。でさらにその損失と言って、損失として考えると、春から夏合わせていくと2000万以上のね、損失になってる、ということです。特に OBC は60周年でね、でやってたのに、利用はだいたいいつもの 5%。 はっきり言って廃業の危機です。だいたいクリスチャンキャンプ場っていうのは、支援団体、宣教団体とか外国からのね、支援なんかもあって、少し他のところに比べては少し息が長いかもしれませんけど、今世界的なコロナ危機ってのは世界的なもんです。だから、そんなに長く支援できないと思います。ということですね、まず一つお願いしたのは祈ってほしいということですね。祈りは力があると思います。私宣教師の学校にいたんですけど、最初に皆さんに、お願いするのは祈りです。献金じゃありません。何かしてくれじゃありません。祈りです。祈りは誰でもできますし、祈りが一番力があります。でその祈りのお願いをした上で、一つは献金を、まあ、お願いしたいと。ただ献金もね、私献金が長く続くものだとは思ってません。最初はいいかもしれませんけども、ずっとね、ちょっと他にも支援する場所はいっぱいありますし、でしかもこんだけ大規模だと、なかなか難しい、ですから、まあ、献金もちろんね大事なんですけども、その仕方としても、私個人的にはこう大きなこう支援じゃなくて、自分の本当にね、行ったことのある、また自分の団体、自分のクリスチャンのそのね、キリスト教団体の関係のあるキャンプ場でいいですよ。で自分がいつもね、夏のキャンプに行っている、春のキャンプに行って、時々そこで関わっている、あと自分の知り合いがやっているキャンプ場でまずはいいと思います。自分の身近なところに、支援の形、まあ、献金というね、あとはいろいろ売ったりも、売ってるものとかありますので、ビュータルもんですけども、それを買ってとかね、そういうお願いと。でもう一つは励まして、ください。キャンプミニストリーへの励まし、キャンプのね、そこのスタッフへの励まし、まあ、そのためにちょっとね、出かけてみ行って、ちょっと顔見るだけでも、励ますだけでもいいと思います。そういう形でいろいろな形で、
やってみてください。で、自分個人的にもう決めたとやり始めてるのが、奥多摩 OBC の、方ではこれからね、焚き火キャンプっていうのをねやろうと思ってます。で、キャンプ場ってね、今ほらあれですよ、ワーケーションとか流行ってるじゃないですかね。このちょっと離れたところで、しかも開放的な空間ですから、密になる心配もなかったりもするので、そこで、ちょっとね、まあちょっと都会を離れて、で OBC でね、焚き火今売りです。焚き火放題キャンプやってます。焚き火がね、いっぱい、これ言っちゃうと余ってるんじゃないけども、使い放題。普通はね、一束300円とかって結構お金取るんですけども、それ燃やし放題、まあ限度はありますけども、焚き火一晩中やってもいいです。でそういう形で、でキャプテンヤスがね、これから毎月月に1回日曜日そこでメッセージするつもりでいますので、まあお客さんがいればですけども、うちの教会は牧師が複数おりますので、他の教会ね、だったらなかなかうまく、それなね、自分の教会あるのにできないとしても、私はこれ本当に危機だと思ってますんで、月に1回ペースで、そういう用意をしてます。日曜日キャンプ場で、日曜日の朝午前中礼拝の時間を持ち、賛美の時間を持って、で土日でね、泊まりに、クリスチャンが泊まりに来れるような、そういう企画をこれからしていきたいと思ってます。まあ、また詳しいことはね、これから言っていきますけども、なんで私がこんな風にしてるかというと、これ本当にね、危機だと思うんですよ。私、子供の働きに召されてます。これは神様から召しだと思ってます。マタイの福音書の28章一番最後のところにね、大宣教命令、イエス様の大宣教命令っていうのがあります。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、っていうね、この、大宣教命令大事なんですけども、もう一つ、私にとってはそれ以上の、もちろん大宣教命令大事なんですけども、それ以上の神イエス様からの命令があります。それはマルコの 10-14、 子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。私にとってのこのね、子供伝道の、本当にこのね、大事な言葉です。でなぜかと言いますと、純説イエスはそれをご覧になって憤って言われたと。大宣教命令の時には憤ってないんですけども、このね、子供たちをこう止めた弟子たちに向けてイエスは憤ったんですよ。本当に怒ってるんですね。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。まあ私はね、それでずっともう子供伝道に力を入れて、もちろん牧師としてね、働きもしながら、で聖書を教えることと、もう一つ大事なことが、子供への伝道でした。でただこのね、止めてはいけませんっていう言葉に、今年ほど重くのしかかった年はないと思います。というかね、今年止まったんですね。子供たち私の子させなさい、ね、そのためにいろんなことをやりました。多分皆さんもね、いろんなところで、子供伝道、若者伝道頑張っていろんなことやってると思います。でも今年それが止まりました。少なくともキャンプはどこも日本中ね、この一つのキャンプ場で500人以上の子どもたちが毎年イエス様を信じ、神様の話を聞き、時には献身の思いを与えられ、バプテスマを受けようっていう、そういう決心をする場が今年はありませんでした。これを止めてはいけないと思います。このままでは本当にね、止まってしまいます。もちろんやれることやりますよ。動画配信もね、私もなかなか子供の、最近は子供向けのものがこうやるのは自分一人は難しいですけども、でもキャンプ場一度廃業してしまったらもう本当にそれっきりになってしまいます。で私なんかがね、ちょっと頑張ってもその黒字になって、その経済的にどうにかなるとは思ってません。ただ、
私たちクリスチャンがそのキャンプ場に向けてね、キャンプ場のクリスチャンキャンプ場のために祈り続けること、そして少しずつでもこうそこに通い続けることができると思います。そのために私ね、あのクリスチャンはあの日曜日礼拝があるので、ね、土日で泊まりに行くことなんかできないじゃないですか。だったら私そこに行って、礼拝やります。うちの牧師にも許可を得ました。毎週は無理ですけども、月に1回ぐらいはそこでね、そういうイベント何かね、そういうものをしたいと思ってます。もちろん密は避けます。でも本当にその何にもしないでこのままクリスチャンキャンプ場が次々廃業していくっていうのは見たくありません。できることしたいと思ってます。どんなふうになるか分かりませんけども、皆さんぜひね、そういう思いがある方、近くのキャンプ場に、泊まりに行ってあげてください。またキャンプ場の、ディレクターの皆さん、もし、キャプテンアス来て日曜日メッセージしてほしいっていうのがあったら言ってくだされば私調整します。日本中どこでもっていうわけにはいかないかもしれませんけども、今オンラインでもできますし、何かそのねキャンプ場を持続するための何かイベント、何かそういう、アイデア、または、私にできることがあったら、言ってくださればできる限りのことをしたいと思ってます。何よりも本当に子どもたちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、このイエス様のこの命令、このね憤ってまで言った命令を、その使命を果たしたいと思います。ぜひ、協力して祈って、まずは祈ってみてください。焚き火のキャンプのね、お知らせはそのうち私の方か、またヤックの方かからね行きと思いますけども、日本中全国これからねちょっと寒くなるんですけども、でもなんかそれでもね、だからこそ楽しめるイベントを、日本中のクリスチャンキャンプ場で考えて、でそこで礼拝をもてたらと、またはそこでコンサートをもてたらね、クリスチャンシンガーの人たちも、今大変ですので、そういう場にできたらと思っています。ぜひ皆さんも一緒に祈ってください。それではまたごきげんよう。キャンプ場で会いましょう。